い、皆さんこんにちは。こんにちは。京橋チーム W のワッシーとウォーディーです。京橋といえば、京橋といえばグランシャトーですかね。京橋はどこだなんかちょっと照れ隠しがないなそれちょっと今歌詞が一瞬出てきませんでしたそう、やっぱりグランシャトーですよね。じゃあ早速グランシャトー行ってみましょうか。行ってみましょう。もう早速音楽かかってるじゃないですか。かかってます。京橋はええとこだってグランシャトーがお待って今日この京橋の地図を持ってきたんですけど、こちら、これ昭和30年代の地図なんですよ。今いるところがこの辺りです。実はグランシャトーってもともとここ京阪駅やったんですよね。ここにあるんですね。今日はグランシャトーに歴史とか、まあ、施設の概要とかちょっと聞いてみたいと思います。では早速グランシャトーの中入っていきましょう。行きましょう。すいません、今日はよろしくお願いします。ちょうど 今ここやと思うんですけど、そうですね、はい、ね、こう京阪駅がこうあって、うん、でここからどういう形でシャトーが出来上がっていくのかみたいなね。あ、なるほど。こう、うん、これほんまその通りで、私も教えてもらったんですけどね、はい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 、ちょうどこの JR さんの高架のとこ下を京阪さんが走ってはっていうことで、だからあと、まあ今度この京阪さんがこっちにあのね高架にされた時に、まあうちがあのここ土地あの買わせていただいてみたいな形になるんですけど、ね、高架の元高架のビルですよね。そこの上にあのそのビルをかぶせるような格好で今のビルを建ててるんです。なるほどなるほど、はい、ちょっと面白いやり方ですね。すごい作り方ですね。そうなんです、ね、それがちょうどあの45年ぐらいに竣工を始めて46年に完成、このビル完成してるところなんですけど、もともと6階があの中国料理のお店やらせてもらってました、うん、でその後あの5階4階があのサウナ、あ、サウナ、はい、はい、で4階の一部があのカラオケ、うん、ちょっとサウナと併用してるところがあるんですけど、であと2階と1階、1階がまあパチンコ店と、ゲームセンターさんですね。あ、さっきとですね、うん、で2階もあのゲームセンターさんが一部使ってますの で、あと地下にもう一つパチンコ店が、うん、あ、そうなんですか、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあとりあえず一旦これで移動の、はい、していきましょうか。はい、はい、はい、5階サウナやってきましたね。そうですね、本当は女子は入れないフロアだと。そうなんですよね。あの以前はちょっとあの月に何回かあの女性専用の日も設けてたんですけど、現状はもうちょっと男性専用というか。あそこにいらっしゃるのがここのサウナ、そうですね、支配人です。じゃあ支配人さんにもちょっとお話聞いてみましょうか。う、今ちょっと茶道とかちょっと流行ってると思うんですけど、そうですね、最近どうですか、サウナ事情みたいな。そうですね、まあこれまではまあ年配の方の、まあ、あの娯楽っていう感じだったんですけど、最近はやっぱり茶道っていうことを我が浮上したことが、まあ、あの若い世代にもあの結構届いてあの活用させていただいて、あのそのロウリュとかも最近導入されたんですか。まあ簡易ロウリュですけれども、あのそちらの方もご好評いただいて、やっぱ若い世代には受けがいいんですよね、はい、結構いただきますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、4階行きましたね。4階はカラオケということで、今なんか動きすごいなんか気になってる。なんかカラオケなんですけど、本格中華が食べるそうな。はい、そうなんです。もともと中華料理屋さんにいたとか。中華、韓国料理、焼き肉。へえ、まさか店長さん自らが作られてるなんてね、思いもしなかったです。はい、こちらです。いいですか。あ、はいはい。これなんですけども、1000円で、
カラオケが2時間無料。1000円でカラオケ2時間無料、はい、安い、結構お得になってます。めちゃくちゃ安いですね。めちゃくちゃ安い。あとなんか最近ちょっと聞いた、あの一人カラオケが流行ってきてると。結構多いですね、一人二人が多いですね、今主流になってます。あの団体ではちょっと超えない。そうですよね、今もやっぱ主流は一人カラオケ。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。できました。すごい。もう普段はねここやっぱり入れないんですけれども、ね、特別にちょっと今日はご好意で入れさせてもらって、はい、いややっぱり素晴らしいですね、昭和のこの古き良き、特にこのシャンデリアとかね。でここはあの映画のロケ地にも使われてたりするんですよ。ね、確か近年やったら焼肉ドラゴンのロケ地で使われてましたよね。まあ、でも使いたい人いっぱいいると思います。映画でいうと今度10月に公開される G.I. ジョーの、はいはいはい、ハリウッド映画 G.I. ジョーの控え室というエキストラの控え室というところで、今回エキストラが200人ぐらいいたんで、まあ、それの控え室ちょっと使わせていただいてね。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。今日はいろいろなお話を聞かせていただいて、より深くグランシャトーの魅力を知れたのかなと。ありがとうございます。ね、オーティ。はい、私も男に生まれたらサウナ持ってるんで。ぜひ。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、どこだって、グランシャトーが、お待って。